そのまま息の観察をしながらお聞きください。で、今日は死無量心の4番目の者ということをテーマにしてきましたが、いつものように体のレベルでの者、息のレベルでの者、心のレベルでの者について吟味してきたわけです。で、最後に自分の体、息、心の他に外の世界がありますね。他人とか外界ですね。で、そのレベルでの者、つまり自他の者、自分と他の世界の者、とらわれのなさということについて簡単にお話ししておきましょう。まあ、これはですね、自他の者っていうのは自分が自分がという仕切りですね、それを自分の努力で、こちら側の努力で減らしていくことから始まるわけです。相手に援護を取りなさいと言ってもですね、相手が援護を取ってくれても自分が援護を持っている間はその自他の仕切りというのは依然強く残りますね。で、相手がいかに援護が強くてもこちらで全て受け流してですね、自分の我を立てなかったなら、先ほど言いましたように陰陽のバランス取れますので、また相手も一人相撲は取れませんから、こちらが我を少なくしていったなら、自他の仕切りはどんどん希薄になっていくわけなんです。ですから、自他の者、自他の仕切りの者、とらわれのなさということでは、まず自分のエゴを縮小する努力をしていく、自分の方が引いていく努力をするということですね。そうすれば相手の人もですね、まあ、悪い気はしませんでしょう。あれガミガミ言ってもいつも相手がこうですね、引いていってくれて、なんか自分だけ気まずくなるっていうことに普通だったら気がつきますね。まあ、それでのさばるようなら、その人は自ら不幸になる道を選んでるようなものですから、まあかわいそうにと思っててですね、あまりその人のこと、まあ、相手にしなくてもいいと思います。放っておいたらよろしいでしょう。別に無視する必要はありませんが、あまり構う必要もないと思いますね。普通の人だったらですね、こちらで援護を少なくしていくと大体うまくね、やっていけると思いますから、お互い様おかげ様がだんだん生かされ合って、お互いに幸せになってくると思うんですね。で、そのお互い様おかげ様、人類なら50数億とかいてもですね、全てはその宇宙の中での出来事ですから、宇宙一切を荒らしめた存在、まあ神というなら神ですね、それと一体、その宇宙意識と一体になれば、全ての個々別々の存在とも一体になれるわけですから、最初はお互い様おかげ様というレベルでですね、まあやっていってみて、そうしながらもやはりヨーガならヨーガの瞑想修行を深めていってですね、自分のエゴを自分の瞑想修行で解体していくわけです。その宇宙意識、我々を荒らしめた我々の体、息、心、それから自然界の全てを荒らしめた意識ですね、このように存在させてくれた意識と一体になれば、その時には一体になってサマーディ、三昧状態になれば、全て外界あるいは個的な存在の仕切り、それは取り外されてしまいますので、空、何もなくなってしまうわけなんです。宇宙意識があるだけ。そしてそこからまた、そういう三昧から、究極の三昧から覚めてきた時にですね、全てはそこから出てきたのであった、全てはこの宇宙意識から、私の体も息も心も、それからその他の人の心、息、体も、また自然界も出てきたのであった、出所が一つのところから出てきたということをいつでも忘れることなく生命活動できるようになりますから、いずれにせよお互い様おかげ様という空ですね、般若心経で言われている色即是空の空ですね。皆さんは一人で存在できてるんじゃないんですね。皆さんの体は他の食べ物を食べてますでしょ、息は外の空気を取り入れてますでしょ、心はあれこれの心理活動をするためには外界を必要としてるわけです。皆さんの外の世界がなかったなら、皆さんの心理活動もまたありえないはずですね。ですから、体、息、心、全てのレベルにおいて内外の交流において初めて成立しているから、内と外がお互いに支え合って初めて存在している、お互い様おかげ様でしか存在できないんだっていうことなんですね。まあ、その辺のところを深く洞察して理解して、自分のエゴを希薄にしていって、最終的にはもう無視無欲っていうんですかね、私が私がということがない状態、それからその私について回る欲望ですね、それも吹き消えてしまった、まあ、煩悩の吹き消えてしまった
まあ、それを涅槃というわけですが、ニルバーナというわけですが、そういう状態にまで至ることが、ゴータマブッダのようにそういう状態に至ることができるわけですね。それが空の大限、空ということを、まあ、自分の身をもって了解した、悟ったということですね。ですから慈悲喜捨の捨を実践していくことによって、体の捨、息の捨、心の捨、そうして自他の捨ということで、我々も体に目覚め、息に目覚め、心に目覚めた、つまり体のブッダ、心のブッダ、息のブッダ、心のブッダ、人間存在すべてにおいてブッダ、目覚めたるものとなって、ゴータマブッダやイエス・キリストと同意の存在になれるわけです。なれる体、息、心を皆さんも持っておられるわけですね。まあ、どうぞ修行を深めていって